ましょう。はい、じゃあ今から言います。x 以上マイナス x マイナス6です。これイコール0って言ったら、さあ、どうやって解きます？もう今日君に合わせよう。はい、これどうやって解くの？はい、じゃあどうしましょう。x プラス 2x マイナス3。 おお、いいね。じゃあので x は x がマイナス2と3。そうですね、こうなります。はい、じゃあこうなったらどうなるだろう。はい、まあ多分ここまでは一緒でしょう。はい、 x が3よりも小さい。君の言う言葉を今書きましょう。で、一応ですね、こうなったら多分 y イコール x 次乗マイナス x マイナス6だから、多分 y イコール x 次乗が移動したんだろうと思いますですね。 y イコール x 次乗ってこうなります。そして0になるところが3とマイナス2ですね、君の言う話だと。そうですね、これ本当かどうかまあちょっとまあいいですね、これでこうします。そしてはい、今あなたは3より何て言いました？小さいと言いましたね。3より小さいってここですね。はい、合ってました？違いましたね。ってことはこういうやつはこういう、まずグラフ書くことです。いいですね、まあねじで x で書きますよ。そしてはい、0以上だから0以上です、こっちですね。だからここでございます。でその時の x の値だからこうなります。だから3より小さいって言ったけど、答えは実はここでございます。だから3以上 x マイナス2以下 x です。 x 小なりイコール、これ小なりイコールって言います。小なりイコール2マイナス2、3小なりイコール x、 こういうふうに書きます。いいですか？じゃあまずこれが一つですね。はい、メモりながら聞いてもいいですよ。まあまあでも説明します。次いきますよ。x 次乗マイナス x マイナス7が0より大きいと。はい、これはどうします？じゃあどうします？これ、うん、どうしよう。おお、分かってますね。因数分解はもう断念しましたね。マイナス7が実際ですね。だから解の公式です。で、これも多分グラフ的にはこうなるのかなと。x 次乗のグラフからずれてるかなと。そして多分これは x 次乗マイナス x マイナス7イコール0を考えようと。で、これは難しいから解の公式だと。解の公式は2分の1プラスマイナス b 次乗マイナス 4ac だから、これは無理ですね。c 2じゃなくて、だから多分1個の答えは2、1プラスルート29だろうというふうになります。これはよろしいでしょうか。まあ因数分解とてもできませんね、これね。はい、はい、そしたら、はい、0より大きいのは、はい、どこですか？点マークまでの、うん、0より大きいのは、そうですね、また同じパターンになりましたけど、で今度白丸になります。イコールがないな、白丸ですね。イコールがないと白丸にします。で、ここの時でというふうになります。この数字を入れると0より大きくなるということで、こう書きます。x、これ小なりと言います。 x 小なり2分の1マイナスルート29、2分の1プラス29小なり x、 こういうふうに答えます。いいですね。わかりますか？わからない人いますか？大丈夫です？はい、で、次行きましょう。ああ、まあメモの時間最後上げますんで、ただ言ってることでわからないとかプリントがないとか言ってくださいね。じゃあ次、x 次乗マイナス 4x プラス4、そうだ、0より大きいと。ああ、ずっと大きいやつ続きましたけども、許してください。これはですね、どうするかと。まあ、これはじゃあどうしましょう。うん、因数分解できる。こうだね。はい。グラフ的には、どうなるかというと、ちょっとこっち書きましょうか。こんな感じになりますね。こうですね。t0 ですね。はい。はい、0より大きいのはどこですか？
全部。ああ、やられました。はい、ゼロより大きいのは？あ、ゲット以外、はい、あの頂点以外。頂点以外、そうね。ここの2はゼロになっちゃうね。2を入れたゼロで、イコールがないから、ここでございます。はい。ということは、ここでございまして、答え方は2以外の数と言いたいんですが、実はこれは、2以外の実数という言葉を使います。あ、でみんな実数とかいうのは聞いたことありますか？そう、YouTube 見たときに初めて。ああ、そうですね。で、実はですね、世の中には数というのが2種類ありまして、実数と虚数というのがあります。世の中には数というのがありまして、数の中に実数と虚数があります。で、実数というのは数直線上にある数字です。数直線上にある数字。まあ、あんまり書く質問はないけども、数直線である上である数字です。虚数というのは数直線上にない数字です。じゃあ、π は実数。実数ですよね。まあ、数えられないけどね。ルートにも実数。わかります？そういうことです。じゃあ、虚数は何かというと、こんなやつです。ルートマイナス3。これはありません。虚数と言います。ルートマイナス3ですね。これを虚数と言います。だから、2以外の実数と言います。いいですね。で、最後です。最後、ここまで来て、やっぱりいつも入らなくなるんですね。私もダメですよね。感じがってません。字が小さくなりましたね。x 以上マイナス 4x プラス5が、0より小さい。はい。そしたらこれはどうしましょう。はい。小さい。うん。因数分解して。うん。因数分解。できる？因数分解。はい。はい、頑張ってね。ああ、はい、できる。永遠にできないかもしれない。で、それはどうしたらいいの？解の公式。あ、解の公式をしてみよう。したら、x イコール、2分の4プラスマイナス16マイナス20だ。あら、さっきのやつだね。これ16ですね。そしたら、x イコール、はい、じゃあ、君を利用しよう。これ2分の4プラスマイナスルートマイナス4だよね。だからダメなんだよね。で、こういう時はどうするかというと、グラフ書くんだよね。絶対これルートを行ったときはもう実数ところにないから。ないからとりあえず気を取り直してどんなことかなと思ってグラフを書きます。これいいですかね。こうなります。だいいよね。合ってるよ。そして、グラフを書いてみると2で1だから0、1、0がありますか？ないということで、もうここ書いてますけど、変えなしですね。これでいいですね。OK ですね。助かりました。